アンディ・ホイットフィールドは、ウェールズ出身のオーストラリアの俳優、モデル。シェフィールド大学で工学を学ぶ。卒業後、イギリスとオーストラリアのニューサウスウェールズ州で、エンジニアとして働き、1999年、シドニーに移住。2004年から、オーストラリアのテレビドラマに出演を始め、2007年、シャドウワールドで映画初主演。2010年、アメリカのテレビドラマ、 スパルタカスの主演に抜擢される。ドラマは大好評を博し、シリーズ化されることになったが、同年3月、非保持金ンパシュであることを公表。ドラマを降板して治療に専念していたが、2011年9月11日、18ヶ月の闘病の末、40歳で死去した。彼の不法に、スパルタカスのクリエイター、 スティーブ・ン・イエス・デ・ナイトや共演者のルーシー・ローレスから追悼のコメントが出された。その後、リアム・マッキンタイヤを代役に立てて、続編、スパルタカス2、スパルタカス3・ザ・ファイナルが制作された。2010年、フレディ・ウォンの動画にフィーチャリングとして登場している。ありがとうございます。